このパーセンテージに秘められている意味は理解してますか？雨のボーナスっていうのは 21% まで枠がありますよね。もしあなたがゼロからスタートした時に何やっていいか分かんないじゃないですか。それをアップラインの方々が教えてくださりますよね。だからあなたは 0% なんです。最初は36万点ここ 12% になると逆転するんです。アップラインとの比率が。だから 12% になった人はあなたはもうリーダーとして活躍してくださいねって意味があるんです。でもさ、36万点分僕クレジットで買いましたって謎の子いるじゃない。それって一人しかいないのにリーダーの位置にいるわけじゃん。おかしくない？本当は学んでいかなきゃいけないのに点数集めてるだけの人がいっぱいいるわけ。このアムウェイのプランの一番の大事なところは一体何か。アムウェイ以外のネットワークビジネスはほとんどバイナリーって仕組みなんですよ。バイナリーとか2系列でどんどん伸びていく仕組み。早いんです。なぜかというと2系列しか作れないから、その次の人は上から降ってくるんで、あなたのグループに人が勝手に増えていくんですよ。早くて楽じゃないですか。そうするとそういう人たちはアムウェイ大変だろっていう話になるんです。もともとのビジネスが違うんです。全くそれをネットワークビジネス一括りでやられるからややこしいんですけど、全く違うものだと思ってください。